パパジルの攻撃が響かない。レンチ、うわー、ペッコマ。皆さんこんにちは、レンチルです。今日もご視聴ありがとうございます。今日紹介するペッコマはこちらです。早速パパチルと一緒に作ってみましょう。皆さんこんにちは、パパチルです。レンチルです。それでは今日も作っていきましょう。最初に材料を紹介します。こちらがペッコマを作る時の材料、こちらがペッコマで遊ぶ時の道具です。最初にペッコマの材料、こちらを説明します。ペットボトルのキャップ、丸ピン、電動磁消し用の貝消しゴム、テーピングテープ、結束バンド、そしてこちらがペッコマのブレード部分になります、ビーズです。大きい星のビーズが4つ、小さいハートのビーズが7つです。そしてこちらがペッコマで遊ぶ時の道具です。ベーゴマスピンヒット、こちらのシューターと紐を使います。それから我が家では直径30センチのお皿、こちらを使用しています。それでは作っていきましょう。最初は蓋にピンを刺します。無事刺せました。次は消しゴムを刺します。消しゴムを刺せました。試し打ちをします。いい感じですね。これで作っていきましょう。次はキャップにテープを貼り付けます。うまく貼れました。いよいよブレードを取り付けます。それでは早速ペッコマのブレード部分を作っていきます。ブレード部分ができました。これを緩い輪っかにします。これをペットボトルのキャップにはめていきます。あとは微調整です。あとは余分な部分をニッパーで切り落とします。完成です。それではバトルしてみましょう。右側の今回作ったペッコマをレンチュルが、左側の前回作ったグリーンファイヤーをパパチュルが使って戦います。ファーストバトル、3、2、1、ゴー。さあ、いい勝負だ、いい勝負だ。パパのペッコマがカチカチと当たる。剣で切り合ってるようだ。レンチェルのペッコマが粘っている。粘る、パパチュル吹っ飛ばされた。粘れ。パパチュルの勝ち。スピンフィッシュ。セカンドバトル、3、2、1、ゴー。パパチルの顔が攻撃を仕掛けるが、レンチルの顔があまり攻撃が効かない。レンチルの駒がディフェンスをしてつかってる。スピンフィッシュ、レンチルの勝ち。イエーイ、よっしゃ。レンチュル、パパチル1対1、ファイナルバトル、3、2、1、ゴー。さあ、なかなか当たらない。パパチルの攻撃が響かない。うわー、くっ飛ばされた。オーバーフィニッシュ、レンチルの勝ち。いやー、いい戦いだった。今回も
そうだね、熱い戦いだったね。うん、熱かった。いや、パパチル相当攻撃したんだけど、全部なんかレンチュルに攻撃なんか効かなくて、最後なんて多分レンチュルのこの硬いところにパパチルの硬いのガシンって当たって逆に吹っ飛ばされちゃった感じだったね。そうだね、これは今回すごい、もう防御力が高いペッコマ、これができたって感じがします。さあレンチュル、この時間がやってきたということはやっぱりいつも通り名前決めちゃってるのかな。うん、それじゃあレンチュル、今回のペッコの名前を発表してください。どうぞ。ミラクルライト。ミラクルライト、ライトときましたか。ライトはなんでライトってつけたの。キラキラ光るから。あ、そういうことね。あ、今回の確かにキラキラしてるからいい名前だね。さすがレンチュル、毎度毎度いい名前、ごちそうさまでございます。そういうわけで、今回はミラクルライトに決まりました。イエーイ。せーの、おっと、レンチルがまたぐるぐる回ってます。最近このパターン多いな。じゃあ皆さんありがとうございました。どうもどうも。皆さん今日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。ペッコマチャンネル登録よろしくお願いします。